はい、皆さんこんにちは。一日遅れです、困った時の110番の時間です。はい、はい、もう今ね、もうコロナの話そのバカらしいでしょ。あんなのね、マスクとかね、お友達でタクシーに乗ってて、タクシーの運転手がさ、あ、マスクやだって外した図を見ました、英雄だなと思ってね、あるけどね。で、僕はね、やっぱりね、次に考えなきゃいけないのは、こういう状況下のもとに次の政権のトップを誰にするか、はい、この話だと思うんだな、うん、ガースなのか安倍さんがまた来るのか、それとも高市早苗さんなのか、河野太郎か石破さんなのか、こんな話も含めてね、散々言いたい放題、言いたい放題に近い困った時110番かな、こんな感じね。まあ本当ね、野党あるのだろうかも含めて言ってみたいと思います。はい、なんか江川さんがね、チャンスだとかなんかまたバカなこと言ってるね。3% がよく言うよ。さあ、それでは安藤君お願いしますね。はい、困った時の110番、始まりました。はい、ということで、はい、枝野君はさ、なんか今なんかさ、調べたらチャンスだってことが分かったとか言ってんだけど、何なんだろうな、ね、うん、どこがチャンスなんですね。俺たちの政権に変わったら、コロナをゼロにするって、うん、やろうとかもできると思うんだけど、うん、結局ね、 PCR 検査をやめるとかさ、そういうふうになっちゃうんだけど、そうだよね。それ別にさ、いわゆる枝野とか、立憲が言ってるゼロコロナとは違う話じゃん。全然違うよね。ね、本当本当。だからこのコロナの問題もね、もうあんまり言いたくはないんだけど、正直言ってさ、もうどうしようもない自由意志のもとにワクチン打つわけでしょ。だから今困ること、困ったこと言ってた、はいはい、ワクチンパスポート、はい、これが本当困るね。本当にやるとか言ってる動きもあるから、まあ、ワクチンの接種証明書、これは一応出しますよっていうのはやってるわけなんだけど、はい、やってくれよね。だからパスポートとか言ってさ、ワクチンがないと入れない、いけないとかね、特にタイのバンコクのレストランは、ワクチン接種証明書っていうかパスポートがないと、レストランも行けないとか、これってどういうことなのって感じだよね。で、ワクチンを打って何かあっても保証しないとかね、自由意志なんだから。まあ、もう国民のもうほとんどが打っちゃって、だったらね、まあ、そうなるのもちょっとしょうがないかなって気はする、そんな国は脱出するべきだと思うけど、例えばフランスなんかだと、そのワクチンパスポートみたいな導入されたんだけれども、結局そういうのがないと入れない店、ここには人が集まんなくなっちゃったっていう状態なんだ。うん、だから今日本は一応 50% ぐらいが1回打ってるような状態だし、まあ、それだったらやっぱり僕らはそういうのなくても入れますよっていう店を応援したいねっていう感じ。だからワクチンもさ、要するに2回打った後3回目からお金をね、自費で出すとかね、そういう話もなってるわけだし、打ちたい理由が全くないんだけどね、効かないってことをもう証明されちゃってて、厚生労働省もだからさ、いろいろさ、その副作用のこととか、なんか後遺症の話を言い始めてるでしょ、どうすんのよ、こんなの誰が打つの、俺は打たないよ、それだけだよね。まあ多分打った人たちは薬害だとかいろいろ言ってくるだろうけど、まあ、でも打ちたくて打ったんでしょって、それで安心を得たんだからいいじゃないと僕は思うんだけど、ね、だからその中でね、こういうような今日本の舵取りを誰がするのと、今後、何党がするの、誰がするの、まず明らかに言えてることは、立憲は吠えてるだけだね、で嫌なのは、まあ、共産党なんだけど、これもまあ日本人は無理でしょ、共産党は、どう、令和は票集めるのかなって。結構ね、令和信者ってのがいるからね、いるよね。だから令和信者で死んじゃったみたいなやけどさ、本当にあの要するに立憲とか共産がダメだったら令和に流れるのかなと思うよね。それもどうなんだろうな。まあ耳障りのいいことばっかり言ってるから、そう考えない人にとってはいいかもね、そういう政党も。まあね、だからまあ正直消費税ゼロにしても何にしてもデタラメばっかり言ってるから、ちょっとあれだよな、あと本当に自分の昔言った過去の発言とか、そういうのはなかったことにしたでしょ、であれは昔まだ若かったって言って、ね、竹島上げちゃいじゃどうしようもないよね。今どうなんよって言いたいよ。そう、今のこと言わないんだよ、あの当時はテレビがそういうふうな形でやってくれって言われたかとか言ってさ、あいつはでも竹島上げちゃうんだから日本人じゃないしね、まあそういうことだから、将来は韓国の政治家になるのか分かんないよ、まあだから結局はやっぱり自民党の中で選ぶしかないんだよ、さあこれだ、ガース、ここから判断してみましょう、どうですか、もうないね、あってほしくないな俺は。結局やっぱりその最初期待してたことって、やっぱりその安倍さんがやってきたことを引き継いで、それを期待したのするって言ったの、そこを期待したのを裏切ったんだから、どうしようもないなと。
うん、まあ、もちろんあの菅さんに代わってから、まあ、ワクチンの接種はすごい増えたし、うんうん、でまあ夏のスター死者もそんなに多くはないから、うん、そういったことを、まあ、ワクチン推進派がもっと評価する分にはまあいいと思うんだけど、そうだね、うん、僕らはそこに対しては全く評価できないかなと思ってる、うん、石破さんは石破さんは信用ならない男本当は人相も悪いけど信用ならないねあ、うん、だそれはないんだよだから、ね、石破さんとかないし、うん、もっと言うと河野太郎はどうですか。まあ、嫌いじゃなかったって言った方がいい。なかったね。嫌いじゃなかった俺も。そう、うん、ところがやっぱりその、まあ、ワクチンに関してはやっぱりその人気があったから矢面に立たされたのかなって気はするけれども、うん、そうね、うん、とはいえやっぱりそのこのなんだろうな1年半の中でやっぱり中国が尖閣あたりをぐるぐるやってることに対して、うん、防衛大臣として何もやってこなかった。あれはダメだな。僕はあそこに対しては評価できなくなっちゃったって言った方がいいかな。進次郎はどうですか。進次郎はダメだな、なんかな、あの人頭使ってんのかどうか、うん、本当ね、僕あのあれグレタのハニトラにかかったって言ってんだけど、うん、ちょっと頭がおかしくなったかなと思ってる。本当だよね、うん、あのとにかく政策が一つ一つ間違えてて、うん、まあ、ひどいなって気がしましたね。さあということは残ることは安倍さんがまだある、うん、安倍さん、うん、大歓迎。歓迎だよね。だからやってくれればありがたいんだけど、うん、やれねえんじゃないかなってなるよね。今度やりきれるかなっていうのはね。そうだ、それだから高市さんがやれてくるんだよね。で、まあ、だそれではまあ安倍さんが補佐的なね立ち位置でやるとか、うん、ねやってほしいんだけど。だからむちゃくちゃも言ってるやついいんだよね、うん、だから高市さんが総理で安倍さんが副総理とかね、副、うん、まあ副総理も外務大臣とかね、うん、言ってんだけど、うん、やっぱり基本的にそういうのはなかなか難しいよね。防衛大臣を大臣する方も含めて安倍さんは防衛大臣をやらないだろうから、うん、まあそうだね、うん、まあ、だから高市さんの内閣が何かってことも今度予想してみても面白いかなと思うね、うん、あのいろんな大臣がいろんな自民党から出るし、うん、あとはもちろん当たり前で公明党からも出るわけだよね、うん、どういう連立になるんだろう。公明党も公明党で問題があるから、うん、やっぱりね考えてほしいなと思う ね、 そうね、これからの日本のリーダーシップには、うんうん、それこそまずね経済を何とかしてくれ。そうですね、大至急、うん、だから大至急退陣して要するにお店に飲めるようにする。これが大事、うん、そうね、これが誰かでしょう、うん、だから別にさ酒でね喧嘩売ってんじゃないんだよ。だけど疲弊した経済どうするのかってあれがないでしょ、うん、ね、あの例えばお酒飲めないところ飲ませないところに協力者たちにお金払わないし、うん、ね、菅さんは10万円も約束守ってないし、うん、いろんなことを考えた時に今の自民党はダメかといって立民になってまた自殺するんですからね。もっとダメだよ。やっぱりそれ考えちゃうとさ、うん、これ秋のねやっぱりあれはね大変だと思うよ。まあね、でオリパラが終われば今度は都知事選挙、うん、どうするの都知事選挙誰。いやちょっとさ小池さんもな、うん、もうちょっとさ去年のやっぱり GoTo 東京やってた時は良かったよ、うん、そうね、うん、うん、でもやっぱりね国に追従しなくちゃいけないのかね。誰になるのってことだよね。他俺ね自民党からね、うん、それこそあれだよね、あの石原伸晃とか、うん、ね、どうせ伸晃なんか総理大臣も何もなれないんだから、うん、あのやっぱ慎太郎の息子なんか出てくるのが一番いいと思うんだよね、うん、伸晃クラスだったら東京都なんとかうまくやっちゃうし、うん、やっぱり力あるしね、うん、うん、思うな。やっぱ親子時代で東京都知事ってのもああいいんじゃないですか、うん、いいんじゃないですか、うん、横浜がなんかひどいあの自民党が負け方して、うん、なんか立憲民主党の国になったんでしょあそこ、うん、よくわかんないけど、まあちょっと終わったなと思いました。終わっちゃったね。で終わっちゃっていいんですかみんな、うん、終わる見本ですよ本当ね、はい、それを考えた時にこれはねやっぱりね頭が痛いなと思う、うん、だから僕らそのワクチンパスポートはもう最大級の反対なんで、うん、だって俺がワクチン打たなきゃいけない図を想像しよう、うん、絶対ダメじゃん、うん、ね、だからあとさ俺さあの来たけど1回目はただ2回目もただなのあれ2回目もただあ本当、うん、まあ、でもやんない、うん、3回目も一生ただなのまだね、うん、でもやんないけど、うん、だからねはっきり言う、あの安藤君はあの優しいからあれだけどね、うん、ワクチンは人間の体に害あって利益がないです、うん、はっきり言って、だからワクチンを打つ人は勝手自由ね。だけどワクチンを打つ人は寿命を縮めてもおかしくないと僕は思ってるので、うん、ね、だからそれも踏まえた上でねやっぱりね人には強要しないでほしい。そうね、これは人には強要しないでほしい、うんうん、やっぱこんだけいろんな情報が出てる中で、うん、自分の判断で打ったんだからさ、そうそう、それを人のせいにしちゃいけないね。そのとおり、そのとおり。だから勝手に打ってください、うん、僕らは巻き込まないで。そうね、これがね本心だね、はい、ああやっぱりワクチンの話になっちゃったよ、まあね、政治でね投資したかったんだけど、でも困ってんだよ本当にそれで。そうそうそう、うん、だからみんなね本当に
健康に気をつけてってどういうことか考えて、うん、ワクチンに気をつけて、うん、いやね、さあということで、はい、僕の友達死んだ人にご冥福を祈って、さよなら。